大津城は、安土桃山時代に、大見国滋賀郡大津にあった、日本の城。現在の滋賀県大津市浜、大津、琵琶湖浜大津駅周辺一帯にあった、水木である。二の丸三の丸は、内陸側にあり、本丸は、当時の琵琶湖岸に面し、共に、港の機能を担っていたが、現代の大津港はその沖側を埋め立てて、建設されている。 関ヶ原の戦いでは激しい城の攻防戦が行われた。その騒音は連日京都にまで届き、市民の中には弁当と水筒持参で見物に行く者まで出たという。戦後に廃城となり、天守などがゼゼ城や彦根城に移築されたと伝えられる。彦根城の天守が、かつての大津城天守の要材を転用して建てられている。可能性が、 昭和32年に行われた、彦根城天守会大修理の際に符号、墨書きが見つかったことを根拠に示されている。これにより大津城の天守は暴露型の良い誤解であったと考えられている。1586年、豊臣秀吉は坂本城を廃城とし、浅野長政に命じて新たに築城された。その後、城主は、松田長森、 新城直よりと変わり、1595年に、京国工事が上主となり、六万国を与えられた。1600年の赤外原の戦いで、工事は東軍に属し大津城に牢城した。しかし、大津城はもともと、琵琶湖の水運を利用して、美の越前方面から運ばれてくる物資を安全に、保管するための城郭であり、攻防戦には不向きであった。9月7日より、 毛利元康、立花宗茂ら西軍一万五千に城を囲まれ、攻防戦が開始された。これに先立ち、京国軍三千は十二時間かけて、城下を焼き払い、町は、荒野と化した。京国軍は、河心赤水守、山田大井以下、奮戦し、七日間持ちこたえたが、九月十三日からは、近くの長良山から大砲で砲撃を受け、 砲弾は眼下に落ちるような勢いで天守その他の建築物を破壊し、木内が混乱した間劇を縫って、立花軍が二の丸までを占拠した。ここに至り、北万所の側近構造室と高野さんの菊井、王吾の仲介による講和が成立する。9月14日に降伏会場した工事は、御城寺に入り、停発して高野さんに登った。 しかし、西軍一万五千を大津城に釘付けにした功績は大きく、戦後、徳川家康は工事を召し出し、若狭小浜城八枚二千国に仮造転校させた。工事が若狭へ移って間もなくして、家康は大津城を廃城にし、新たに、ゼゼ先に、ゼゼ城を築城した。大津城攻防戦で戦火を免れた、建築物の一部は、彦根城。 ゼゼ城に転用、移築された。浅野長政増田長森新城直より京極工事、戸田和明。ありがとうございます。